湯村温泉は、山梨県甲府市にある温泉。pH 値、平均8.24、電動率平均2862.1、μ s センチメートル源泉数、12カ所源泉温度、平均摂氏40.8度湧出量、毎分966.3リットル温泉街に、あるホテル、甲府駅の北西部に、旅館、ホテルが混在する。 各宿泊施設では宿泊者専用の友人手形を発行している。共同浴場が一軒存在する。温泉街の里山である湯村山には、武田信虎の時代から使われた湯村山城の跡があり、遊歩道が整備されている。山頂には当時の放火台が再建されている。伝具法大使海山の役除け地蔵村として知られる福田山塩沢寺。 北山三十三観音巡りの一番札所である、松本寺、湯の守り神を祀る湯の屋神社、武田家園の千塚や渡神社、芸儀稲荷、愚宝水と愚宝石芋伝説の残る龍元寺など、多くの寺社がある。大同三年に、工房大師により発見されたという説と、わしが傷を癒しているところを当時湯村に住んでいた、村人が発見したとする説がある。共同浴場に、 わしの湯の名前が残る。紅葉軍艦によれば、戦国時代の天文十七年に、武田春信は、品の小さ型軍の村上の力夫との上田原の戦い後に三十日間当時し、信玄の隠し湯で島の湯と呼ばれていたという。また、武田家の足軽大将で広大に、武田二十四将の一人に数えられる、ただ三八郎による天狗大事の伝説があり、鬼の湯伝説と呼ばれている。 江戸時代には、寛永20年に党追放され会へ配慮された、御用税天皇の第八王子、吉住入道親皇が住んでいた。江戸後期には、浮世絵師、葛飾北斎の内前に、葛景気乱公衆湯村がある。北斎は、確実に会を訪れている記録は見られないが、多くの会の風景、名所、制業などを描いた作品が残されている。勝景気乱は、 諸国の奇形を描いた内輪の連作で、天保年間に記された。現在発種が確認されているが、その中には同じ区会の藤川支流、三信川の領の様子を記した、公州三信川がある。かつ景気欄には、藍ずりと多色ずりのものがあるが、東京国立博物館所蔵、甲州湯村は、大色の天保歌詞部分以外は藍ずり。図像は湯子や、 休憩施設などが立ち並び、巡礼者や行商らが到着する様子が描かれている。北斎作品と海の国については、葛飾北斎と海の国を参照。明治時代以降は、イブセマスジ、ダザイオサム、松本清張、山口瞳、田山家井飯田田骨、竹中栄太郎、中村総久、赤池東山など多くの文人、俳人、画家、書家も登留したり、 居住していた。湯村温泉湯村温泉の位置詳細は、湯村温泉旅館共同組合による交通アクセスを参照。ありがとうございます。